元気なご挨拶ありがとうな。よし、今日はね、みんなここに集まってくれてどうもありがとう。今日は2017年最後の俺の運動賞だね。今の1年の最初のご挨拶なんていうかもちろんわかるよね。よし、じゃあね、俺と一緒にね、みんなと新年のご挨拶をしたいんだ。よし、せーのでいくよ、一発でいけるからな。いいよ、せーの、あけましておめでとうございます。 OK、 よろしみんな、今年も一年よろしく頼むで。と、あ、そうだな、最初に俺の自己紹介をみんな知っておこうかな。俺の名前はフレキシヒーロー、俺自分は子供たちの先生をしてるんだけど、悪いやつが来た時はこの姿に変身して戦ってるんだ。みんなよろしく頼むで。さっさて、それじゃあな、今日はたくさんの子供が集まってくれて、俺がな、みんなに会いに来たんだ。この後な、みんなと一緒に楽しく遊んだりしてな、楽しく過ごしたいなと思ってたんだけど、実はな、もう新年早々から悪い奴らが悪いことをしようとしてるって話を聞いたんだよな。もちろんみんな見てないよな、悪い奴ら。そうだよな、分かった。じゃあな、もう少しこの辺をな、俺を探してこようと思うんだ。悪い奴がいるって聞いてな、安心して遊んだりできないんだよな。と、その前に今から始まるヒーローショー見るときにな、俺からいくつかお願いがあるんだ。ちょっと聞いてみてよな。よし、それじゃね、最初のお願いね。今ね、みんなこのシートの上に座って俺の方を見てみてね。そう、ヒーローショーを見てる間はこの緑の線から俺の方には絶対に入ってこないでほしいんだ。もしかしたらここで悪い奴と戦いが始まるかもしれない。違うね、こっちに入ってきちゃうと戦いに巻き込まれて怪我をしちゃうよね。でもね、今いるところで見てくれたら俺は絶対にみんなのことを守れるんだね。だからみんなもそのお約束守ってね。よし、そしてもう一つのお願い。俺たち正義のヒーローはみんなの大きな応援で戦う力になるんだ。だから俺が戦ってる時はみんなに大きな声で頑張れって応援してほしいんだ。お願いできるかな。よし、じゃあな、悪いやつと戦う前にみんなの応援を俺に分けてみて。よし、それじゃあせーのでいくよ、せーの。もう少しこの辺を探してくるね。みんな、また後で会おうね。